初は確か進学校なのに部活動に力を入れてる子。なんか2年前に岐阜商のインタビューを、学校にインタビューをしに行ったブービーがあったんで、それがステージゼロで流れて、あ、そうです、高校生の大会で。で、その時に岐阜商のメンバーに部活動はどうですかみたいなインタビューをしてたんですよ。ステージゼロの V でですよ。高校生全員が 部活動はしんどいですって みんな言ってたの、めっちゃ印象的。ブルーが、どっちだ？ただの脳筋が見るので、やめ、こうかな？やめで合ってたよね。名前呼びめっちゃ不安になるから、俺、本番の時はひらがなとカタカナで振りがな振って、やめ工業であって。で、レッドが岐阜商。3戦の動画で、プロはチャンピオン相性を依存せず、五分で連戦を終わらせることや、後出しした際に取れる有利をしっかり取ることが前提として求められるみたいな話がありましたが、ステージ0だとどれぐらい求められるものなんでしょう。優勝するチームクラスになってくると結構求められますね。もう日本一になるとかだと求められます。なんですけど、プロの試合ではないので、どっちかっていうと、連携の方が大事だったりします。さっきの試合みたいに、こう5人で何かするみたいな、もしくは4人でとか何かするみたいな、どっちが上手いチームの方が、勝ってる印象はあります。やっぱミスするじゃないですか、どうしても。どれだけ相性が良くても。こうカウンターピックを取ったとしても、プロだとこうね、それをミスをこう極力減らす練習をしてるから。あれですけど。そっちよりかは、頭のリソースをこう5人で何かするとき、要は集団戦、5対5の戦いとかにリソースを置いてる方が、結構結果としてはいいものが生まれるケースっていうのがすごい多い。あ、コーチ入ってるんですか？岐阜商野球、あ、やっぱそうなんですね。部活動すごい有名らしいですね、岐阜商は。なのに進学校だったかな、確か。なんで、文武両道っていうのはすごい印象に残って。八女工業はね、羽犬伝説チームにして。羽犬っていうなんか地元のマスコットキャラクターだっけ？なんだっけ？なんか修学旅行行った時に、羽犬っていうのがなんかいて、その人形を持って応援してたのめっちゃ印象に残ってるわ。はい、こんばんは。コーチの影響力ももちろんでかいでしょうけど、いや、でも、結局は本人たちがどれだけやってるというか、努力してるかだと思います。なんかロールってこう言われたことをさ、遂行するのって難しいんですけど、自分たち5人でゲーム内に実際にいるメンバーが考えてやる方が、その連動としては上がる。コーチが言えることって結局意見のまとめと新しい気づきを与えることぐらい。なので、こういう時はこうやった方が強いよぐらいしか、めっちゃ事細かく言っても、どう言ったらいいんだろう、理解されない、かったら、あんまり影響としては大きくないので。スイングはこれが強いよってバットで言う。スイングこれが強いよ。だけど、外角、低めに来た時はどうするか考えといてねみたいな。
基本のスイングはこれが強いよって、コーチって基本のスイングしかやっぱ教えないでしょ。だから本人たちがやっぱどれだけ努力するかの方が重要です。さあ、八女工業はチャンピオン決まりましたね。おー、このレナータとオーンが刺さるかも。ギフショはレッド。まあ、マオカイを取るっていうのは、こう距離を空けて戦いたい。で、前に行くか後ろに行くか、マオカイのアルティメット一つで判断できるのが強い。で、MF はいるんで、MF のためにマオカイのアルティメットで空間を作れる。けど、その空間に対して、レナータのアルティメットとオーンのアルティメットがスーパー刺さるんですよ。空間、それ以上の長さで空間無視してアルティメットが打てるからね。なんで、集団戦は、オーンとレナータ。だね。この二人のアルティメットをマオカイの R にどう重ねるか。まあ、ドパっていう有名な人が言ったセリフがあるんですよね。ドルを、教えてもらうときに、自分のある程度なんだろう、基礎というか、自分の考えができてるプレイヤーじゃないと、コーチングされても意味がないよって。まあ、操作とかは多分教えられるんですけど、その先だね、いわゆる。こういう時はこうした方がいいよっていうのが、自分で勝てる、こうやったら勝てるっていうのが、ロジックができてる人は教えてもらうと上達しますよって。もうなんか難しいんだよな。野球とかってロジックなくても教えてもらったら成長するんだけどさ、ロルって、ある程度自分でロジック作っといた方が成長するって言われてるんですよね。まあ、それがなんでかっていうと、こういろんな局面がありすぎて、そのロジック一つで何とかなるみたいなケースは少ないからって言われてるんですよ。さあ、ブルー、八女工業、レッド、岐阜商。ノーチラスはレナータに対してちょっと不利ですけど、MF はレーン強い。あ、ミッドはサイラス結局6になるか。3レベルでガンクもらうか、4レベルでガンクもらうかみたいな感じなんで、基本的にはアーリが有利。トップレーンは序盤はレネクトン有利だけど、後半オーンが有利。ジャングルは、アフターショックなんで序盤は魔王界ですが、11レベルからウーコンが立ち始める。1対1でも。な、ああ、そういう感じだと思います。例えばレネクトンだと Q はミニオンとチャンピオンを巻き込んで Q を振れっていうのがまあ一個あるんですよ。チャンピオンとミニを巻き込んで Q 振るから、
連盟せて体力も回復して相手にダメージ与えれるみたいな。でもそれをやっていい局面とやっちゃいけない局面がまた存在するんで、なんか一概にそれをずっとやっていいプレイだとはこう言えないみたいな。でもだから面白いんだよな。常に正解がない。でも間違いもない そう。まあ状況次第と、あと結果次第だね。結果良ければ全て良しが本当に、こんなに成り立つ こんなに成り立つ。勝てばよかろうなのだっていう。確かに。まあお互い静かな立ち上がりですけど、ホットガンク入ったね。ああ、フラッシュ2つ取りました。これはビッグプレイですね。やっこう。これ MF 農地なんでフラッシュないと6レベルからこう簡単にキルが取れるんで、重要なのは、こういう時考えるのは、ギフ商は6レベル先行できるかできないかを考えなきゃいけない。6レベルにギフ商もなれば、ザヤのアルティメットとレナータのアルティメットで返せるんです。ただ5レベルの時に相手が6レベルで捕まっちゃうと、一瞬にして倒されちゃうんで、そこの経験値バーをめっちゃ意識するっていうのは大事だね。ナイスじゃん。周りは強い。移動性が高い。まあ大丈夫、サイラス。サイラスはメレーチャンピオンだからね。レンジチャンピオンとメレーチャンピオンは基本的にレンジが有利。ただそのレンジミニオンよりもメレーミニオンの方が体力が高いと相手を倒せるチャンスはメレーチャンピオン、近接チャンピオンの方が可能性としては高い。遠距離チャンピオンは敵のチャンピオンのこう体力を削っておかないといけないね。それがすごい大事。あ、こういう時こういう時6レベル先行、多分これやめこうがなるんじゃない？多分これ農地フラッシュあるからね。今5-5同士でミニオンがイーブンになったんで、6レベル先行もしどっちがするかすごい大事。だからザヤが1人でファームしてた分だけ、ザヤだけ6レベル先に、あ、やっぱなりましたね。これでザヤがやられる心配はなくなったんで、やめこうとしてはちょっとボット仕掛けづらくなりました。ギフ商としては、うまく、ザヤに経験値集めて、6にさせました、ね。お、リフトヘラルド。
ナイスチャンオン。わー、スリーマン。でもレネクトン強い。でもアーリも強い。わー。あ、6なった。でもフラッシュが上がるね。これ我慢だ、我慢。優勝は我慢。フラッシュ上がったね。あー、やめこう、困った、どうする。当たった。ありなんです。どうだ？メロンパン。食パン。ドラゴンに向けて集まってきた。おー、ナイスフック。さあ、ドラゴン触ろう。ギフショー冷静だね。このゲームのいいところってずっと勝てるわけじゃなくて、今みたいにこうドラゴンを取れないっていう、その諦めるっていうのも実は大事なんですよ。高校生の大会を見てるとね、この諦めるっていうのがやっぱパッてできるチームは強いんですよ。なかなかできない。でもたまに悩むんだよな。やっぱ、なんか高校野球とかこう諦めるなっていう。ねえ。
こういうのがあるけど、ブルーは本当その辺難しいんですよね。ネクサス壊されなきゃ勝敗はつかないんで、今の負けを後の勝ちにつなげるみたいなのをリアルタイムでやってるから、ブルーチームのタワーが破壊されました。いや、ギフショ強いっすね。気づいた。一人でいるけど怪しいって気づいた。やめこう、これは気づいた。いっぱいいる、いっぱいいる。お、戦う。いやー、スッと引いていきますね。あー、こう、吐けるのが早いんだよな、本当に。戦えてたら今ちょっとチャンスあったんですね。今やめこうも、うまい。ああ、オンが勝ち始めるぞ。そろそろオンが強くなってまいりました。リフトヘラルドだ。いや、でもやめ子もうまく耐えてますよ、これ。MF にお金結構潤沢に集まってるんで、アルティメット、MF のアルティメットが綺麗に刺されば結構集団戦ワンチャンあるんですよ、これ。なんで、ギフ賞としても下手にいけないですね。でもドラゴンは戦わなきゃいけないんで、あ、戦うみたいですね。オーンが降りてきてます。ギフショー5人でドラゴン取りに行くって決めてるみたいですね。さあ、それに対してやめこうは行かない判断。ドラゴンやってるのは分かってるけど戦わない。代わりにリフトヘラルド取るって。そうなんだよな、こういうのなんだよな。で、帰り道に戦いに行く。これでリフトヘラルドが取れなくなる。これを5人で話し合ってチームで決めてるんだからね。
そう、めっちゃ有用なのありますよ。あ、いった。あー、MF のアルティメットがレナータのアルティメットで止まった。しかもアーリが、うわー、アーリがめっちゃんこインチに来た。あー、激勝狙い通り。ちゃんと MF にレナータのアルティメットを打って、ブルーチームのタワーが破壊されました。ブルーチームのタワーが破壊されました。こう一人一人がこうやんなきゃいけないことをちゃんとギフショーはやりましたね。やめこうとしても MF のアルティメットさえ刺さってれば今ダブルキルが見えてたんですけど、あー、ナイトエッジは積みたいでしょうね。脅威ビルドに行ってますし、ドラスターダスクグレードはもう積めないから、ヨウム積んでるから積めないから、ナイトエッジ、まああとはコレクター、脅威何行くか楽しみですね。ナイトエッジあると結構やりづらいかもしれないですね、ギフショーからすると。まあでもオーンのアルティメットで剥がせちゃうんで、まあ難しいんですよ。この差がオーンとレナータを取ったこの選択が、マオカイがいても MF に届くよっていう。あ、でも入った。 MF の R 入った、入った。めっちゃダメージ出る。いやー、アリがうまいんだ。いや、でもやっぱそうなんですよね。ミスフォーチュンのアルティメットさえ入れば、こんだけ苦しい状況でも犯人倒すことで成功してるから、決めれるか決められないかっていう。今のはね、 MF 映ってなかったんで、レナータからすると MF のいる位置がわからない状態でこうアルティメットを使わなきゃいけなかったっていうのが当たんなかった要因なんで、ちゃんと視界がある場所で戦いましょうっていう話を多分してると思う。ギフショーは MF がちゃんと見えてる状態で戦いたいっていうね。やめこうとしては MF を隠したい。あとはサイラスが育ってくれば、結構サイラスの活躍でこう逆転も見える。怖い怖い怖い。あ、ドラゴンやるぞ、戦うぞっつってる。あー、戦いに行く。ギフショー、これは戦う。MF 隠れてる。MF は隠れてる。いやー、ちゃんとウーコンが見た。
うお、めっちゃダメージ出るんだけど。ユキショ強い。デコポンが。デコポン今のは偉いな。見てましたね。ああ、バロンバフエリアをこうゆっくりとこう狭めていってますね。14の形、一番こうオーソドックスなバロンバフの使い方。でここで、ああ捕まえた。いやブルーチームのタワーが破壊されました。うまくさばいたけど、ブルーチームのタワーが破壊されました。タツの連を押すことで相手のエリアをこうグッと狭められるんで攻めやすいんですよね。これでボットも破壊成功。まあ実際そうっすね、ここまで差が広がっちゃうともうお金の暴力になっちゃいますよね。お金というか、まあお金さ。でもまだ MF のアルティメットにはこう夢がある。で、やめこうとしても、MF のアルティメットをきれいに当てるように狙ってるって感じ。ずーっと狙ってる。狙っているぞ。あ、ちょっとこれ岐阜商ドラゴンでもいいって言ってるかも。
ドラゴンを取ってもいい。ドラゴンチェックしに来る人を捕まえようとしてる。で、チェックしに来たところを捕まえたって感じ。お見事、作戦が。見事的中。こういう時が気持ちいい時だよね、ロールで。で、やめこうからするとこういう時がめっちゃ悔しいんだよな。あー引っかかったーってなっちゃう。ジジイ優勝ベスト4進出。